奇粋亀、奇粋亀、マレックラミーステレピンは、ハチウツナカメ,メヌマ亀か奇粋亀族に分類される亀。本種のみで奇粋亀族を構成する。別名ダイヤモンド亀。アメリカ合衆国、イギリス、バミューダ島。最大校長23.8センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大校長15.3センチメートル。 古い甲板が剥がれ落ちずに蓄積することが多く、成長林は明瞭な個体が多い。高甲板はやや大型で、後方がやや幅広いと客台形。C 甲板は縦幅より横幅の方が長く、第2から 4?C 甲板で、顕著、第 3?C 甲板が最も幅広い。C 甲板には筋状の盛り上がり、キールがあり、老齢個体でも消失することは稀。 甲部円甲板の外縁はややのこぎり状に尖る。英名や別名は、廃校の成長輪や反門が、ダイヤモンドの形や模様に見えるが由来とされる。左右の喉甲板の間には、切れ込みが入らないか、わずかに切れ込みが入る個体もいる。左右の甲甲板の間には、切れ込みが入る。類腺が発達し、体内の塩分を濃縮させ排出することができる。 頭部背面はツム型の大型ウロコで覆われる。顎の先端は凹まないか、わずかに凹む。後方面に、量や突起がなく、顎を覆う角質、くちばしにもノコギリ状の突起がない。死は頑丈で、指跡の間には、水かきが発達する。尾は短い。卵は、長径2.6から4 2トル、短径1.6から2 7トルで、 ピンクがかった白い比較状の殻で覆われる。妖体はキールが明瞭だが、成長に伴い、特にメス不明瞭になる。孵化直後の妖体は、円パ板外縁に突起がないが、やや成長すると尖り、成長に伴い再び不明瞭になる。妖体やオスは、廃校がやや扁平。オスの生態は、頭部が中型で粉炭がわずかに突出し、交互面は、やや狭い。 オスは、尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排泄口全体が、背口の外側に位置ける。メスの生態は、背口が、幅広くややドーム状に盛り上がるが、キールが不明瞭になる。メスの生態は、頭部が大型で、粉管が突出せず、後方面は幅広い。尾が細い上に短く、尾をまっすぐに伸ばしても、総排泄口が背口よりも内側にある。 形態やミトコンドリア DNA の塩基配列による分子系統学的解析から地図画面属と単系統群を形成すると考えられている。この二属からなる単系統群は赤耳画面属の一部から分化した可能性が高と考えられている。種内では形態やミトコンドリア DNA の制限酵素、塩基配列による分子系統学的解析から フロリダ半島東部を境界線、さらに北部とする説も、ありと下にグループに分かれると考えられている。個体変異や地理変異が大きく分布域に対して比較的多い7種に分かれるが、これは生息域が規水域に限られるため、各個体群間の交流が制限され分化が起こりやすいためと考えられている。一方で、足間における分布の境界が不明瞭。 形態が類似する上に、個体変異が大きく中間型の個体が多く見られる。分子系統学的解析でも、アシュ間、蒸気の2グループ間でも顕著な形態的、遺伝的差がないといった問題点もある。バミューダ等の隔離個体群は、人移入個体群とする説もあった。この隔離個体群は、形態やミトコンドリア DNA の塩基配列による分子系統学解析から、アシュ、 カロリナキスイガメに禁煙シ種、カロリキスイガメと考えられている。バミューダ島で発見された、ハンカ石が放射性炭素年代測定法による解析から1620年以前に死亡した個体とされること、バミューダ島は1609年に難破したことがきっかけで1612年に入植が始まる以前は無人島であったこと、本種が主に食用とされたのが18世紀以降である。 ことから、偶然漂流した個体が定着、繁殖した説が有力とされる。バミューダ島に漂流した個体が定着したのは、地層内にあった花粉の調査から3000年前に、マングローブ林が形成されて以降と推定されている。遠征出現や干潟、入江、川口、三角州、石湖などの寄水域に生息し、和妙の由来になっている。 アシュマングローブキスイガメやバミューダ等の個体群はマングローブ林に生息する。野生下では淡水域や海洋に生息することは極めて稀、一時的あるいは、尿の量や濃度、皮膚からの水分の消失、体液の浸透圧を調整することで塩分濃度の異なる場所へ移動することができ、中高生で日光浴を行うことも好む。南部古体群は夏季に、 水場が干上がったり、水温や塩分濃度が上昇しすぎると霊中で、休眠することもある。冷体域や温帯域に分布する、個体群は陶器になると、水中の落ち葉や泥の中で冬眠するが、陸上で冬眠することもある。熱帯域に分布する、個体群は、陶器は、不活発になるものの、周年活動する。植生は、動物食傾向の強い雑食で、 主に動物の死骸を食べるが、魚類、昆虫、甲殻類、横エビなど、小型の巻貝、関係動物などの生態も食べる。メスは硬い殻で覆われた、貝類、玉木ビ族、二枚貝など、や、甲殻類、エボシ貝、カメノテ類、フジツボ類など、も破砕して食べる。塩分濃度の高い気水内では、飲み水は行わず、塩分濃度の低い場所に移動して飲み水すると、 考えられている。繁殖形態は卵生。主に3から5月の昼間に、水面で、オスがメスの相排泄口の匂いを嗅いだり、粉炭をすり寄せて、メスが受け入れると交尾を行う。4から7月に、遠征出現の周辺や中洲に、1回に4から22個の卵を年に2から5回に分けて、卵を産む。卵はや生下では、 ニュージャージー州の個体群で61の104日、フロリダ州の個体群で20摂氏34度の環境下で60から73日孵化する。飼育下では24.5摂氏26度の環境下で約82日、28.5摂氏29.5度の環境下で54日で孵化した例がある。性染色体を持たず発生時の温度により性別が決定。 温度依存性決定時、摂氏24度では、オスのみ、摂氏30度では、メスのみが生まれた例がある。オスは、生後3年、高長 9cm、メスは、生後6年以上、高長13から 17cm で、生成熟する。種商名テレッピンは、アルゴンキン語族の言語で、食用亀を指すトロッペに由来する。アメリカ合衆国では本種を、 単に、テレピンと呼称することもあるが、アメリカ合衆国以外の英語圏では、テレピンは、淡水や寄水に生息する別種あるいはその、総称として用いられることもある。食用とされることもある。17世紀までは一部の先住民が、17世紀にはヨーロッパから移入した労働者や奴隷も、食用とした。19世紀から、 中流階級以上で本種を材料としたスープのブームが起こったた大量に食べられるようになり、1880から1920年代にその価格は最盛期を迎えた。この時期にはアメリカ合衆国沿岸部だけではなく国内の内陸部、カリブ諸島、ヨーロッパへも食用として輸出された。19から20世紀諸島にかけては食用に養殖も試みられた。 1929年の世界恐慌によるグルメブームの沈静化、生息数の減少それに伴う価格の高騰により、食用と去ることは少なくなった。開発や埋め立てによる生息地の破壊、生息地の淡水化、カニ漁による混濁、食用やペット用の採集などにより、生息数は減少している。19世紀には、食用の乱獲によりまず都市部均衡であった。 アメリカ合衆国北東部の個体群が激減し、後に生息地全体で生息数が減少した。北東部の個体群は、開発による生息地の破壊も重なったことにより、絶滅もしくは見かけることが稀となった。外来種の赤ヒアリによる卵や、幼体の捕食、ユーラシア型足による炭水化などによる生息数の減少も懸念されている。アシュ、マングローブ気水ガメは、 生息地の大部分が保護地域内にあり、生物の採集が厳しく制限されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。稀に野生個体も流通していたが、主に飼育か繁殖個体が流通する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。